どうも木村です最近テレワークとかリモートワークやってる人増えてると思うんですけどまあその中であデスク周りのをいろいろ買い揃えたよっていう人多いと思うんですけどまあ僕もいろいろそえていて今日はそれを紹介しようかなと思います、まあ、この動画で紹介してる商品とかは概要欄にリンクを載せておくので是非チェックしてみてくださいあと概要欄にチャプターも載せておくんで まあ気になるところだけチェックしてもらっても全然大丈夫なんで、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは福岡在住のソフトウェアエンジニアの木村がプログラミングとかガジェットの話題を中心にしていろんな話をしています。で、まあ、ポッドキャストもやっていて、ポッドキャストのライブ収録とかも配信していく予定なんで、よかったらチャンネル登録お願いします。で、一つ目ですね。一つ目はこれです。 これです。ヘッドホンですね。これ AKG。日本だとアーカーゲーって言われることが多いんですけど、アーカーゲーの K702 っていうやつですね。これまあ見た目が結構気に入ってて、すごく軽くて使いやすいヘッドホンですね。まあ買った理由としては、このコロナ禍で緊急事態宣言の時とか、家族が家にいる状態で仕事しないといけないっていう方結構いると思うんですけど、僕もそうで、 まあ、緊急事態宣言中は、子供たちがい家にいてで、その中で仕事しなきゃいけなくて、まあ、子供たちの面倒をずっと見てるっていう必要はなかったんですけど、まあ、子供たち勝手に遊んでたんで、まあ、でも、やっぱりちょっと騒がしいんで、仕事に集中できないっていう面があって、で、ずっとヘッドホンしてたんですね。で、ヘッドホンしてると、やっぱ疲れるし、蒸れるし、耳が痛くなるんですよね。なんで、せっかくなんでちょっといいヘッドホン買おうかなと思って買ったのがこれです。 で、このヘッドホンいい点は、まあ、まず一つ見た目がこれ気に入ってるっていうのがあります。あとはすごく軽くて、つけてても全然疲れないんですね。長時間つけてても楽ですね。8時間ずっとつけっぱなしみたいな時もあります。これ本当に軽くて、こうつけたら、もう、こう、ふわってなりますね。ふわっていう感じです。はい。 で、これ、いわゆる、開放型の、オーバーイヤー型のヘッドホンで、まあ、耳が、これすごく大きくて、イヤーパッド大きくて、耳をこう、すっぽり包んじゃうんで、この耳タブのここのところにこ、こう、押さえつけないんですね。でそういうタイプの、ちっちゃいタイプはオンイヤー型って言うんですけど、オンイヤー型と比べて、まあ、あんまりこう、長時間つけても、疲れにくいっていうのがありますし、あと、開放型って言って、 ここの部分がこうメッシュ状になってるんですね。でなので、こっからこうすごい音が出るんですけど、代わりにその周りの音もちょっと聞きやすいっていうのもあって、まあ家族に話しかけられても一応聞こえるっていうようなものになってます。で、あとこうイヤーパッドもこういわゆる密閉型のヘッドホンだと合皮になると思うんですけど、それってこう夏場とかって結構蒸れやすいと思うんですけど、これまあ布製になっていて、で柔らかいんで、 川に比べればちょっと蒸れにくいみたいな点もあります。本当に痛くならないんで、これずっとつけてます、ね。例えば音楽を聴いたりとか、あと動画編集とか、ポッドキャストの編集、結構長時間つけてないといけないんですけど、そういう時にもね、結構楽でずっとつけてます。あと、このヘッドホンなんですけど、リファレンスヘッドホンって言って、まあスタジオとかでこう使われる、 用途のヘッドホンらしいんですよ。なんで、まあ、音がフラットというか、変に低音強調されてたりとか、高音強調されてたりっていうことがあんまりないんですね。どの音域の音も結構フラットに出るっていう。なので、ほんと編集とかに向いていて、ポッ,ポッドキャストの収録とかでマイクで拾っちゃった環境音とか、あとちょっとしたノイズとかもしっかりこう音を出してくれるんで、なんで編集に向いてたりしますね。あと、この バンドの部分が、この辺がこう、ゴムになっていて、無段階にこう、動いてくれるんですね。これがすごく良くて、自分で手で大きさを調整しなくても、頭に乗せるだけで、フィットするっていうメリットがあったりします。これ地味にいいですね。付け心地にも直結するんで、自分で調節するのって面倒っていうか、 どのサイズが自分に合ってるかってなんかわかんなくないですかこのサイズがいいのか、うん、もうちょっと広げた方がいいのか、みたいな。ありませんない僕だけまあそういう良さがあったりします。はい、そんな感じで。これが、えっと、いつも使ってるヘッドホンですね。で、二つ目に紹介するのが、ここにあるんですけど、キーボードとトラックパッドですね。これですね。 アップルのマジックトラックパッドとマジックキーボードですね。で、僕、もともと外付けのキーボード使わない派だったんですよ。まあ、ラップトップのキーボードをそのまま使うって感じで、いや、キーボードここに、ここにちゃんとあるじゃん、という感じだったんですけど、今年に入ってから、MacBook Pro 16インチを使うようになって、で、これ性能はすごくいいんですけど、めちゃくちゃ熱くなるんですね。Docker Compose とか、 コンテナをこう何個も起動するとめちゃくちゃ熱くなってくるんですね。で、僕、ラップトップをラップトップとして使うんですよ。つまり、膝の上に置いて、でソファーとかに寝転がってコーディングするっていうことをよくやるんですけど、そういうことをやってるともうめちゃくちゃ熱いんですね。膝も熱いし手も熱い。さすがに業務に差し障るんで、ちょっと会社にお願いしてキーボードを購入してもらいました。なんでこれ会社のものになります。 会社の備品を個人の YouTube で紹介していいのかっていう、まあ両親の過酌は、まあ一切なかったんですけど、<laughs> まあね、この動画はちょっと株式会社ヌーラボの提供でお送りするっていうことで、適当にお茶を濁そうかと思います。で、このキーボードとトラックパッドを選んだ理由なんですけど、まあ見た目も気に入ってるっていうのもありますけど、まあ何より僕基本的にデフォルト中なので、 あんまりこう移行した時のストレスをなるべく小さくしたいんですよ。だから普段使ってるラップトップのキーボードとそんなにこう差がないだろうなと思って買ったんですよ。まあ実際ほとんど同じなんですけどキーボードがちょっとずれてたりとかするのでそのスペースバーの幅がちょっと違ったりとかで左下にファンクションキーがないとかなんかそういう違いがちょっとだけ違いがあって ちょっと間違えるっていうことがあったりします。まあそれ以外は基本的には気に入っていて、まあ天キーはいらなかったんですけど、まあこの色、スペースグレーの場合は、あのキー付きしかなかったんで、これにしました。で、三つ目はこれです。これです。これ USB のコンデンサーマイクで、ゼンロっていうメーカーのコンデンサーマイクなんですけど、これ Amazon で 今多分4000円ぐらいだと思うんですけど、たまたまタイムセールがあって、2800円ぐらいで買いました。めちゃくちゃコスパ良かったです。で、テレワークになると、ビデオ会議すごい増えると思うんですけど、マイクは絶対いいの買った方がいいと思います。まあ、会議の時に自分の声聞かないんで分かんないと思うんですけど、音の良さめっちゃ大事です。もう他の人への存在感って、実際その、 映像より音の方が大きいと僕は思ってます。キャプチャーカードとか買って一眼レフをウェブカメラみたいにして使ってる人結構多いと思うんですけど、まあそれより先にマイクだと思います。で、まあマイクもそんなに高いのを買う必要もなくて、まあ適当に今だったら4000円から6000円ぐらいでマイク買えるんで、そ下手な高いヘッドセットを買うより安く そのいい音が手に入ります。やっぱりね、このテレワーク時代においては、声の解像度っていうのは人間の解像度に直結するので、マイクは絶対買った方がいいと思います。で、このマイク、試しに買ったんですけど、会議とか、えー、あとは、ポッドキャストのちょっと収録とかでも全然使えるレベルなんで、全然これいいと思います。ただまあ、これ、コンデンサーマイクなんで、ちょっと周りの音を拾っちゃうっていうのがあったりします。 まあ一応指向性っていうのはあるんですけど結構家族がいたりとか周りの音を拾っちゃうんでそこら辺は注意した方がいいと思いますまあダイナミックマイクが使える環境だったらダイナミックマイクの方がいいかもしれません僕はちょっと持ってないんでダイナミックマイクも欲しいなと思ってますで今使ってるマイクなんですけどこっちのマイクじゃなくてここにある オーディオテクニカの AT2020 っていうのを使ってます。で、これをオーディオインターフェースがここにあるんですけど、でそれにつないで使ってます。で、これは、えっ、ー、と、ネイティブインストゥルメンツのコンプリートオーディオ1っていうやつなんですけど、まあ、まずこのマイクの説明からしますね。で、このオーディオテクニカのマイク AT2020 は、まあ、すごい定番みたいなやつですね。まあ、価格的にはこう、 エントリーモデル的な立ち位置になるんですけど、アーティストとかじゃなければ、その、例えば、ポッドキャストの収録とか、YouTube の収録レベルだったら、これすごいおすすめですね。で、マイクとか、オーディオインターフェースって結構品薄になっちゃってて、値段が上がってたりとか、全然手に入らないとか、結構あるんですけど、これは比較的簡単に手に入ったんで、これようにしました。で、こっちの、 オーディオインターフェースなんですけど、なんでこれを選んだかっていうと、まあ、価格帯も結構あるんですけど、あとメーターが付いてたりして、結構使いやすいっていうのもありますね。まあ高いオーディオインターフェースだったら大体付いてるんですけど、このまあ1万円くらいの価格帯でメーター入力のその表示が付いてるのってあんまないんで、これいいなと思って買いました。あと見た目もすごく気に入っていて、 こう、すごく、シュッとして貼るって感じですよね。ね、なんでこれ気に入ってます。オーディオインターフェースって結構見た目がごちゃっとしがちで、プロ用のものになってくると、いじれるつまみがいっぱいあったりするんですけど、まあ、いろいろありすぎると、僕みたいな初心者だとちょっとわかりにくかったりするんで、これにしました。まあ、デスク周り大体黒で統一してるんで、色も、まあ、気に入ってます。で、四つ目が、今座ってるこの椅子になります。 で、これは岡村のバロンチェアっていうやつなんですけど、まあこれにした理由は、まあ一つはやっぱり見た目ですね。結構かっこいいんですよね。で、これすごく、まあ機能性もちゃんとしてて、リクライニングのこの硬さも調節できるし、あとリクライニングの途中でカチッと止めるっていうこともできます。もちろんその座面の高さも調節できますし、前後も調節できるっていうものになってます。 で、僕が買ったやつは、こう、肘置きはないタイプなんですけど、まあ、肘置きの調整もできたりとか、あと、ヘッドレストもつけられたりします。高級チェアにある、よくある機能としては、まあ、十分満たしてるかなっていう感じです。で、このバロンチェアなんですけど、新品で買うと、もう十万くらいするんですよね。さすがに十万は出せないなと思ったんで、中古を買うことにしました。 で僕が買ったのは楽天で送料込みで2万円くらいでしたね。まあその代わりちょっと座面のところのメッシュのところがちょっと一部切れてチクチクするとか、あと後ろのところに傷があったりとかするんですけど、まあ使用上は全然問題ないんで、機能的には問題ないんで、これで良かったなって思います。まあもうちょっと状態がいいやつが欲しい場合はもう1、2万くらい出して、 三、四万くらいのものを買うと結構状態がいいやつが買えるんじゃないかなと思います。まあその場合はね、肘置きもついてたりすると思うんで、中古、なかなかこう、狙った色のやつとかがなかったりとか、あと送料が結構かかったりするんですけど、まあでも新品を買うよりは全然安く収められるんで、まあ、おすすめですね。 で、椅子はちゃんとしたの買った方がいいと思います。本当に。僕は在宅が始まってからずっとダイニングテーブルについてる椅子で仕事してたんですけど、さすがに腰が痛くなりました。もうこれはやばいと思って、ちゃんとした椅子買おうと思ってこれを買いました。まあ、2、3万とか3、4万くらいのオフィスチェア、まあ、ニトリとかに行けばあ,ありますけど、 まあそういうのを新品で買うより高級なオフィスチェアを中古でもいいので買った方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、5つ目がこれですね。これノートパソコン用のスタンドなんですけどこんな風にノートパソコンの裏側にこう貼り付けて使えます。で、これをこう開いてパソコンを立てるみたいなものになってます。まあ角度も一応15度と25度かな。 に変えられるっていうメリットがあります。これ、メムミって読むのかなっていうメーカーのスタンドですね。で、これなんで買ったかっていうと、まあ姿勢ですね。目線がやっぱり低くなってだんだんこう猫背になってたんで,で、ちょっと目線を上げるために買いました。まあ実際ね、目線も上がるし、キーボードに角度がつくんで、結構いいですね。で、しかもいちいちこう片付けたりしなくていいんで、便利ですね。 で、もう一つスタンド買って、まあ今実際ここで使ってるんですけど、これはキーボードの購入に合わせて買いました。で、これボヤタっていうメーカーのスタンドで、まあこのメーカーいろんなスタンドを出してるっぽいんですけど、まあこれは見た目がシンプルで、でデスク周り基本的に黒なので、黒いやつがいいなと思ってこれにしました。まあこれ自体は角度の調整とかはできないんですけど、あんまりこう必要ないかなと思ってこれにしました。 見た目も気に入ってるんで結構いいと思います。やっぱりこういうスタンドがあるとこう目線も上がるし、あとカメラの位置が目線の高さに合うので、結構その下からこう映しちゃうと見苦しくなっちゃうんで、やっぱりちょっと上から撮るっていうのは大事かなと思ったりします。っていう感じでいくつか紹介したんですけど、まあまとめるとマイクはいいの買った方がいいです。あと椅子。椅子もいいのを買った方がいいと思います。キーボードは好みでいいと思います。 あとヘッドホンは疲れないやつがいいですよっていう感じです。はい、そんな感じですね。参考になったよっていう方はコメントなり、あと高評価つけていただけると嬉しいです。このチャンネルでは福岡在住のソフトウェアエンジニアの木村がプログラミングとかガジェットの話をしていこうかなと思っているんで、ぜひチャンネル登録お願いします。まあチャンネル登録していただければ、ポトキャストのライブ配信とかも 見逃さないですんで、お願いします。こんな感じですかね。じゃあそれでは。